後ろから動いていきました四国トリオが前段に上がって篠田を抑えて残り2周回です。まずは抑え込む体勢を取りました3番の曽我部。1コーナーに入って篠田が引きます。中段アウトから4番手をまずは取り切ったのが5番の阿部。2番の篠田打掌では6番手です。打掌入って誘導を使って3番曽我部が主導権。打掌3コーナーから2センターですが、2センターあたりから2番の篠田巻き返していきます。中国勢の牽制も乗り越えていきます。川島がちょっと離れていきました。したがって短期の巻き返しになった2番の篠田、後ろを引き離していきます。3写真、4写真と引き離していきます。大きくリードを取って、2番手以降は2、3、4番手、曽我部、清水、赤松の四国勢、3コーナーから2センターです。川島と中国勢が後方という展開。さあぶっちぎっています。圧勝の体勢、2番の篠田、焦点2番手争い。まずは2番の篠田5位、2番手は7番の清水が伸びていました。2番7番直近バック2桁7番の能見、まずは赤番で木村を抑えました。突っ張る動きを見せる木村、外からまずは抑え込んでいく形の7番の能見、地元平坂とここを外から切り抜けていってライン3者短期の1番4番の安藤まで続いて打賞を迎えました。これで木村率いる四国トリオが候補となりました。3コーナーから2センター、後ろを見ながらまだ流し気味の7番の能見、4時のピッチを上げていくのか。残り1周回へと入っていきます。さあ木村は持ち前のパワーをどのあたりから発揮するでしょうか。まだミドルペースから1コーナーあたりからペースを上げていった7番の海、一方5番手ピタッとつけるところから2コーナー外へ持ち出してバックマクローという木村ですが、ようやく3番手の外、3コーナーから2センターです。待ち構えている2番の平坂、牽制気味にやや外張って4コーナーから直線。さあ追い込み勝負は2番平坂、5番の木村、6番の尾崎あたり接戦です。残り2周を迎えます。赤番とともに7番の隅田が上昇開始、少し踏み上げる動きを見せました山口ですが、送り出して2コーナー、中国勢が前へ出ます。短期宮崎が4番手に上がって打賞を迎えます。前後入れ替わって打賞を迎えました。昨日に続いてジャンから先行の7番の隅田、一方1番の山口は昨日ホームでかましを見せましたが、今日はどう巻き返していくでしょうか。今日もホームからの巻き返しを見せていきます。さあ隅田さん、山口、ここは逃げる隅田に山口が襲いかかっていく。高木がちょっと離れている。短期まくりになった山口、逆にはまる格好になった2、3番手中国勢、4番手で榊原と高木が並走です。3コーナーから2センター、逆にいい展開になったか。7番の隅田巻き返せるか、逃げ粘る山口、この両者の自力の両者。直線コースは1番の山口が押し切りました。あとは2番の盛り上げ、1番2番7番。残り2周を迎えていきます。赤番のホームめがけて後方から福岡トリオが上がっていきました。若干5番の久木牽制するものの、前に躍り出たのが6番の片織、前で受けていました。久木はジャン前2コーナー4番手ですが、外目通ったところから山下ろし気味に反撃していきます。脱走を過ぎていきました。3コーナーで先頭5番の久木に代わって1番の岩本、6番の片織は細川をさばきに行きますが、踏み勝って久木のラインが最終的にホーム主導権握っていきます。残り1周回、そして C5、6番手が福岡トリオ、3番コオロギは最後尾の展開、縦1列1コーナーから2コーナーへ入っていきます。最終周回主導権を握って5番の久木、番手1番岩本、3番手が2番の細川、最終バックから3コーナーです。4番手から足を溜めているのか6番の片織ですが、まだここは差が縮まらない。逆に3番手から2番の細川、2番手インコースへ潜り込んでいく直線コース。さあ中段の福岡勢巻き返していきますが、5番の久木か1番の岩本か、抜け出したのは1番岩本か。
残り2周手前の2センターから3番の藤原が動いていきます。ここもしっかりと早めに主導権を握ろうかというところでしょうか。まずは一旦瀬戸の動きに蓋をして 2,3 番手の外、残り2周を通過していきました。1センターから2コーナーへ差し掛かって、ここは藤原はかなり瀬戸を警戒しています。その藤原、打掌でもまだ動かず、打掌と共に仕掛けていきました。打掌3コーナーで藤原が主導権を握り、そして戸伏が2番手上がり、3、4番手インコース四国勢、その外まで瀬戸が進出。ちょっと藤原が後ろを突き放していてかかっています。残り1周回、戸伏が離れて逆に追いかけていきましたのが5番の瀬戸、1番の松岡はちょっと戸伏に絡まれましたが再度追いついていく。最終バックまくり切って5番瀬戸、1番の松岡、そして4番の桑原と主役の九州勢が前段に踊りました。巻き返していくのが4番手2番の宮本で、4コーナーから直線に入っていきます。先頭5番の瀬戸、番手1番の松岡が捉えに行きます。かわしました。1番5番4番です。短期大久保が最後尾、残り2周を迎えます。さあ平尾の揺さぶりに突っ張っていく佐伯、一旦突っ張っていきました。これで3番の大久保が4番手に上がり、平尾は5番手からの立て直し、眉毛から一旦突っ張る動きを見せた佐伯がそのまま主導権で打掌を迎えました。残り 600m を切って中盤区を通っての後ろを警戒しながらの主導権、しかしお構いなしに平尾がその外目を通ってまくって上がろうとします。ペースを上げて抵抗しようという佐伯、3番手2番手までひたひたと上がっていった平尾、残り1周回まくり切りました。7番の佐々木は1番の佐伯が自ら牽制、しかし乗り越えていきました。4番7番内で粘る佐伯はバックで3番手となりました。その後2番坂本、バックから3コーナーです。抜け出した4番の平尾、2番手差を詰めていく7番佐々木、3番手1番の佐伯巻き返せるか、4コーナーから直線に入ります。まだリードがある4番の平尾、そして追い込んでいく佐伯ですが、2番手は7番佐々木、4番7番1番後ろ攻めの地元コンビが前に上がります。ここは一気に前まで上がりました。四国勢の外、前へと上がっていきました。残り2周、そして今度はこれで5番の島田が前へ上がる流れとなっていきます。しかし4番の日野もここは被るのを嫌って内から救っていきます。ちょっと前がごちゃついていきますが、最終的には日野が島田を出させずというところ、塚本は切り替えて内へ切り込んでいく、これを退けて4番の日野が主導権です。7番塚本、番手の吉岡の内へと潜り込んでさばいていこうとしますが、ここは2番の吉岡が番手取り切り、最終的には4番2番四国勢が逃げています。3番手に塚本が入って4番手に1番の小岩、最終バックを迎えます。地元で両者は5、6番手、バックから3コーナーです。ぐんぐん快調に飛ばしていく四国勢ですが、3番手の塚本足を溜めて、小岩も内を攻めて上がっていく。さあ2番の吉岡をどかして突っ込んだのが小岩です。2番手以降4番2番7番あたり接戦です。赤番手前から後方から八谷が動いていきます。この動きをもう確認している藤岡、前段福岡勢上がっていきました。3番手外へ木村が上がって藤岡を封じていこうというところですが、縫うように切り抜けて前に上がっていった藤岡、一旦藤岡が前に出ます。打掌過ぎて3コーナー、ここでスパートしていきました。1番の木村スーッと前に上がっていきました。ここはまだ力を温存しながらすんなりと前を取れる格好となりました。1番の木村から5番西岡、4番の吉永、地元勢が主導権を握って残り1周回です。一方中段4番手が3番の藤岡、そして6番手に7番の八谷です。縦一列ホームと変わらず最終バックを迎えてきました。後ろ向きをちらっと見ている5番の西岡、2番手3番手早めに牽制をかけていこうという4番の吉永、内外の牽制しっかり強払いをして4コーナーから直線に入っていきます。さあ番手絶好、5番の西岡、4番の吉永も突っ込んでいく。さあ三者、地元三者です。しかし接戦、そして2番の柳爪がゴール前転倒しながらゴールを通過しています。
集団で止まらず前まで上がり、野村の外まで上がってかわしていきました。野村は前受けからこれを送り出します。その外を坂本が仕掛けます。今日は北鶴を抑えて中国勢がまず打掌で主導権を握っていきます。そして中段インコース4番手、内に北鶴、外に6番の野村、3番谷も続いて4番手以降が並走状態です。並走の後ろを引き連れて7番坂本、ホーム手前グッドペースを上げていきます。さあそして6番の野村、5番の北鶴とここはもつれていきますが、その流れで3番手インコースまで潜り込んでいきました北鶴。3番手の大谷をさばいて北鶴が3番手を取り切りました。さあ最終バックで3番手を取って射程圏内か、バックから3号ナーぐんと外へ持ち出してまくっていく。1番のシャラ打ち上がっていく、牽制する坂本の打ちをまくり返しました。先にまくりました5番の北鶴、そして内から抜け出した1番シャラ、5番1番、3番手の3番谷、